皆さんこんにちは、さきです。ということで今日はカンコレ当日ということで、今回はカンコレの1日に密着していきたいと思います。ちなみにみなみちゃんと昨日泊まったんだけど、5時ぐらいまでずっと話してて、マジでバカだよね。なんかさ、2人ともさ寝ながら喋ってた。なんか何喋ったか覚えてないの。覚えてた。マジじゃんとか言ってずっと1時間ぐらいずっと喋ってて、5時ぐらいまで起きて、もう明るかったもん、その。そうよ。っていうことなので、ちょっとめっちゃ中空いてるのでね、食べ物が楽しみ。もうちょっとで行きます。はい。ということでね、バタバタしてたんですけれども、2着目の衣装に着替えてしまいました。結構なバタバタで、結構すごかったです。だからラーメンも食べたかったもん、食べれなかったもん。だからやっと朝ごはんです。ちょっとだけ空き時間あるので、早速食べます。色気が出ちゃったんじゃないですか。そうね、最近出してるから気づいてくれたのかなということで、期待に応えられるように早速メイク頑張ります。
伝説のコード、伝説のコードだから、マジ伝説の一枚撮れるよ。そうだよ、奇跡の一枚だから楽しみだね。はい、ということで終了です。お疲れ様でした。結構汗だくになりながらも頑張ってくれました、マネージャーさん。いや本当に朝からバタバタでしたね。本当にバタバタですよね。でも、もうね、いろんな衣装着れて、なんかね、今回は新鮮な衣装ばっかでした。お人形系のやつも変わらなかったんですけど、めっちゃみんな覚えてる。やっぱね、好きなんだよ、ファンの子は。じゃあストーリーの数が、それが多分一番多かったと思う。そうなんですね、うん、でめちゃめちゃみんな喜んでくれてよかったです。でも今回はラーメン一杯しか食べれなかったですか。確かに。最後行きます？さすがに置いとこうかな。さすがにちょっとこの時間に食べていけないかも。明後日実は韓国行くんですよ。韓国でも食べると思うんだから、ちょっともう控えめにしときます。明日、あ、今日、明日ぐらい。結構なので今日はゆっくり休みたいと思います。ぜひ感想いっぱいください。バイバーイ。お先に失礼します。